ですね、今夜もサタンの誘惑に負けず信仰的なコメントしたいです。エンジェルさん、アメン、アメン。今のところ順調な感じですね。今日はですね、YouTube がですね、YouTube もやっております。はい。これで大丈夫ですね。今のところ OK。はい、順調です。今日寒かったですね。今日は朝から寒くてですね。明日がもっと寒いのかな。なんか明日はもっと寒いそうですが、まあ冬ですから寒いのはしょうがないんですけれども、この放送を、今日もこの放送を家族と一緒にブラジルから見ています。ありがとうございます。アメン、アメン。アリスさんかもしれませんね。アリスさんという方がですね、ブラジルに住んでいます。はい、はい。それではですね、何を話したらいいでしょうかね。はい、今日はですね、まずひげのハレリアおじさんですね、ひげのハレリアおじさんがですね、ブログを始めました。ちょっとブログをですね、まず紹介したいと思います。これですね、これがですね、何番かな、あら出てないかな、ちょっと待ってください。出てないようですね。もう一度やってみましょう。すいません、ちょっと出ないですね、おかしいな。じゃあ誰か貼って、ひげのハレリアおじさんちょっと貼ってくれませんか。私のなんか出ないですね、なんかどういうわけか、ちょっと出ないですが、出ない理由がちょっと分かりませんが、すいません、ちょっと URL 出ません、ごめんなさい。もし貼っていただければ嬉しいと思いますね。あ、サムソンさん貼ってくれますか。はい、わかりません、なぜ出ないかわかりませんが、時々出ないことがありますね。はい、それでは仕方ありません。それじゃあ次行きましょう。次はですね、今日のタイトル、あ、ありがとうございますね。はい、ダイオンさんありがとうございます。これですね、341番、この341番がですね、ヒゲのハレリアおじさんの、まあ、新しいブログですので、皆さん見てあげてくださいね。ありがとうございます。それで今日のタイトルはトランプ大統領への予言ということで、まずですね、そのソースをちょっと貼りますのでね、これ出るかな、ちょっとまずソースを貼りますのでちょっと待ってくださいね。これも出ないと困る、困っちゃうんですけどね。はい、これ出るかな、出ない、ガーン、出ないです、困っちゃったな。これも出ない。そしたらですね、Facebook でですね、皆さん Facebook やってる方がいたらですね、顔と顔で検索してください。顔と顔ね、Facebook で、顔と顔というので検索してみてください。そこに今のソースがあります。顔と顔ですね。はい、お願いします。顔と顔ですね。あ、にゃおこさんこんばんは、よしおさんこんばんは。はい、はい、ありがとうございます。はい、
それではですね、じゃあ早速、はい、キリスさんこんばんは。はい、キリスさん、久しぶりですね。ユーザー放送に戻ってきましたんで、よろしくお願いします。ユーザー放送戻ってきましたね。はい、それではですね、菊池さん、今年はリバイバルが起こると思います。アメン。今年はリバイバルが起こると思います。アメン。はい、それじゃあ、早速ですね、早速タイトルいきましょうね。早速タイトルいきましょう。はい、タイトルいきます。それではですね、タイトルはこれ、これですね。皆さん、Facebook のソース見ることできたでしょうか。顔と顔、漢字でね、漢字で顔と顔で Facebook 探してみてください。そこにデビッド・テイラーの、デビッド・テイラーの委員会っていうか集会のですね、デビッド・テイラー集会のFacebook のサイトがありますので、そこですね。それではですね、これですね。はい、今日の、タイトルいきましょう。今日のタイトルですが、これはですね、アメリカでですね、先月の29日から、今月の2日ですね、今月の2日までですね、デビッド・テイラーの集会がありました。アメリカでね、何州なんでしょうか、ちょっと書いてないんですけど、集会がありました、ね、そこで予言がありましたね。はい、それで、まずどっから読んだらいいかな。その集会でですね、予言があったんですけど、まず、一番最初ですね、どこの予言、いくつかの予言があるんですが、ここに予言があります。はい、トランプさんが大統領になる2年前、トランプさんが大統領になる2年前にですね、ある預言者、この前書いてないですね、ある預言者がいきなりデビッド・テイラーの事務所に電話をかけてきました。その預言はですね、その預言は、トランプ大統領が大統領となり、デビッド・テイラーの働きを全面的に協力するようになるということです。まあ、大統領になる前ですから、いつですか、大統領になったのが、去年の1月ですから、1年前ですね、およそ1年前。そう、およそ1年前の2年前で、3年前ということでしょうかね。3年前にある預言者が、デビッド・テイラーの事務所に電話をかけてきて、その予言が、トランプさんが大統領となり、デビッド・テイラーの働きを全面的に協力するようになるという予言です。まあ、その1個目のですね、トランプさんが大統領になるということは当たりましたね。トランプさんが大統領になるという予言は当たりました。で、その次の予言はまだ当たってませんね、これからですね。で、2個目の予言なんですけど、2個目の予言がですね、去年、ごめんなさい、これはあれかな、去年の8月にアメリカでデビッド・テイラーの癌の癒しのですね、
癌の癒しの奇跡集会がありました。その時に、ビッキー・ヨーエ、ビッキー・ヨーエという歌手がいるんだそうです。そのビッキー・ヨーエという方が奇跡集会で歌ったんですが、その時に、デビッド・テイラーが彼女に予言しました。ね、イエス様が、彼女に直接現れることを予言しました。そしてその予言がですね、今回の先月の12月29日から、一昨日の1月2日までの、デビッド・テイラーの集会の時に、実現したということなんですね。その先ほどのフェイスブックのフェイスブックの顔と顔のとこに、そのことが、証が出ていますね。証が出ています。一応、ビッキー・ヨーエという方に、イエス様が、ついこの間現れたという予言が成就したということですが、その次があります。次がね。そのトランプ大統領というのは、この間もちょっと話しましたけど、カリスマ派の、私の、尊敬すると言ったらいいでしょうかね。私が尊敬するリック・ジョイナー。リック・ジョイナーっていうのはですね、ちょっと待ってくださいね。リック・ジョイナーという人はですね、このファイナル、クエストという本、この本を書いた方で、とても有名な預言者です。このリック・ジョイナーと、それから、日本にも3回来たビル・ジョンソンですね。このビル・ジョンソンという牧師も、今カリスマの中では、有名な牧師ですけど、この2人の牧師と、トランプ大統領が、関わっている、どの程度関わってるか分かんないですけど、関わっているようです。そしてこの2人の牧師から、アドバイスを聞いてるということですが、それはとても嬉しいですね。トランプ大統領がカリスマの牧師たちと関わっている。トランプ大統領がカリスマの牧師たちと関わっている。そしてもう一人ですね、ポーラ・ホワイトという女性の伝道師がいるんですね。そのポーラ・ホワイトと、そのポーラ・ホワイトという女性の伝道師に導かれて、トランプ大統領も信仰的になってるという話があります。はい、ライブさん、こんにちは。はい、ポーラ・ホワイトという伝道師がトランプ大統領を導いているという、結局3人の、カリスマの牧師がトランプ大統領と関わってるということなんですけど、じゃあ次の話しますよ。さっきの、歌手ですね、ビッキー・ヨーエという歌手と、ポーラ・ホワイトという人、牧師がですね、仲がいいと言いましょうか。仲がいいということなんです。そこまで分かりました。皆さん、ちょっと話がややこしいんですが、そこまで話分かりました。
そこで、最後に言いたいのはこういうことなんです。いいですか？リッキー・ヨーエは、まあ、つい数日前に、まあ、デビッド・テイラーの集会でイエス様にが現れたということですけど、まあ、そのことをポーラ・ホワイトに、ポーラ・ホワイトに、まあ、まあ、伝えて、そして、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと間違えました。もうちょっと、その前にあるんです。その前にですね、この、ビッキー・ヨーエという女性が、歌手ですね、その歌手が、まあ、その去年の後半ね、去年の後半、いろんな牧師たちに、この顔と顔の運動をですね、まあ、伝えたそうです。そしてこのディット・テラーの本を宣伝したそうです。そして、そのポーラ・ホワイトにもその本を紹介したそうなんですが、そしてそのポーラ・ホワイトがですね、ポーラ・ホワイトがビッキー・ヨーエからデビッド・テイラーの話を聞いて、今度はそのポーラ・ホワイトが、トランプ大統領に、顔と顔について紹介する予定だそうです。そういうことなんですね。つまり、どういうこと、結論から言うとどういうことかというとですね、結論から言うと、ですね、去年の予言の中にイエス様がトランプ大統領に直接現れるという予言が去年あったそうですね。ですから、その予言通りのことが今起こりつつあるということです。イエス様がトランプ大統領に直接現れるという予言があります。その予言通りに今、ビッキー・ヨーエを通して、ポーラ・ホワイトを通して、トランプ大統領にその、顔と顔の話が伝わる予定ですね。まあ、そういうことなんです。はい、今日の話はそういうことなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。話通じたでしょうか。まあ、この予言が成就してほしいと思いますね。この予言が成就してほしいと思いますが、まあ、どうなるでしょうか。通じました。菊池さん、通じました。ありがとうございます。ちょっと複雑な、まあ、ちょっとね、これはまあ、そのホットニュースなので、まだちょっと曖昧なところがありますが、またこのニュースをですね、詳しく聞くことがあると思いますので、その時もうちょっと正確なニュースを、まあ、伝えたいと思いますので、今のところはですね、ちょっと少しですね、不正確なニュースですが、でも素晴らしい予言ですよね、皆さんね。素晴らしい予言、本当に、この予言が成就してほしいと思いますね。はいはい、それではですね、はい、はい、それではですね、はい、
まあそのデビッド・テイラーの集会が今年の8月16、17、18中野ゼロホールであります。8月の16、17、18中野ゼロホールでありますけど、まあこのデビッド・テイラーの働きが、まあ、ポーラ・ホワイトを通してトランプ大統領に、まあ、伝わる予言ですね。はい、まあそうなってほしいなと思います。トランプ大統領がだんだんカリスマ的な進行になってほしいと思いますね。今はどういう進行かちょっとわからないんですけど、トランプ大統領がカリスマ的な進行になってカリスマ的な政治をしてくれたらどんなに素晴らしいでしょうか。まあ、あのエルサレム宣言ね、先月のエルサレム宣言はまさに、まあ、カリスマ派的な、ね、政治だと思いますね。カリスマ派的な政治だと思います。はい、今日はトランプ大統領への予言、トランプ大統領への予言ということで、Facebook の顔と顔出ましたかね、皆さん。出ました。Facebook で、顔と顔とググってみてください。そこで顔と顔のホームページが出てきますので、まあ、そこに、その今日のことが、まあ、出てると思うんですけど、いかがでしょうか。はい、それではそれでは角部行きましょうね。ダヨンさん、トランプさんがカリスマになったら素晴らしいですね。アメン。トランプさんがカリスマになったら素晴らしいですね。はい、それでは、トランプさんへの予言、角部。トランプさんへの予言、角部ですね。アメン、アメン。この角笛はすごい息が切れるんですね。以前のちっちゃい角笛はもっと長くできたんですけど、この角笛はものすごい息が必要で、あまり長く続かないんですね。それではですね、明石タイム行きましょう。ね、明石タイム。明石タイム。今の角部は力強くて好きです。ありがとうございます。あ、伏五時さんからコメント来ましたね。旧牧師こんばんは。毎年多くの日本人がお正月に神社へ行き、初詣をしています。提案なのですが、明治神宮へ行き、参拝者たちに伝道してはどうでしょうか。ぜひ、日本の悪しき文化を改善してください。あっち、違いました。ごめんなさい。前のでした。旧牧師こんばんは。私も旧牧師と同じで、隠れトランプなので応援しています。アメン。隠れトランプですか？隠れトランプっていうのは隠れてトランプさんを応援してることなんでしょうかね。隠れトランプ。はい。それではですね。それでは、世界中の人が、キリスト教の信仰を持つように祈ってました。ダヨンさん、アメン。アメン。それでは、明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて。イエス様を信じて。何がいいでしょうかね。イエス様を信じて、トランプ大統領が神様に用いられている証。イエス様を信じて、神様の予言が、神様の予言によって、世界が動いている証。イエス様を信じて、今神様が世界を、
世界を変えてる証し、スタート。スタート。スタート。この放送で今度五反田で放送する予定です。聖書こそ正義、イエス様わっしょいわっしょい、私もイエス様に会いたいです。節子さん、アメンアメン。私もですね、顔と顔でイエス様に会いたい、顔と顔でイエス様に会いたいですね。キューちゃんがお餅を詰まらせないように祈ってました。ありがとうございます。アーメン。気をつけて食べます。お餅大好きです。お餅大好きですから、ちょっと詰まらないように気をつけます。キューちゃん、日本に生まれてくれてありがとう。アメン。本当の十字架の意味が最近分かった。ダヨンさん、イエス様にリアルで会えたらすごすぎですね。そうですよね。すごすぎですよね。まあ、夢でいいんですよ。夢でね。夢でも会いたい。BSP さんがいると明るくて良いなと思いました。アメンアメン。初夢にイエス様が出てきました。良いことありますか？もちろん良いことです。それは素晴らしいですよ。初夢でイエス様出てきた、素晴らしい。今年は親戚一同初詣に行きませんでした。ハレリア、素晴らしい。3日連続イエス様の夢を見ました。3日連続イエス様の夢を見ました。いいですね。羨ましい。羨ましいです。イエス様わっしょい、イエス様わっしょい、イエス様わっしょい。あのね、あのおみこしってあるでしょ。おみこしね、こうわっしょいわっしょいってやるでしょ。で、何をこう担ぐかというと、まあ契約の箱ですよね。神の箱で、結局それはある意味ではイエス様を表しますから、だからイエス様わっしょいっていうのはまあ大正解ですね。大正解。イエス様わっしょい、イエス様わっしょい、まあ、イエス様を担ぐというちょっとなんか変な言い方ですけど、私たちはイエス様をなんて言うんでしょうかね、称えるということですね。菊池さん、キューちゃんこんばんは。今年もイエス様オンリー、信仰オンリーの年になるように頑張ります。さて、僕は去年の12月交通事故に遭ってしまい怪我をしてしまいました。僕は原付バイクを乗っていて、相手は自動車でした。左折しようとした車との接触事故で、過失は相手が7、僕が3の 7対3になりました。最初相手は僕が飛び出してきたとか、スピードの出しすぎだとか批判していたのですが、僕が相手を許しますと伝えたところ、驚いた表情を見せ、こちらも悪かったと謝ってくださいました。
僕は改めて人を妬まず許すことの重大さを理解し、大怪我をしなかった僕はイエス様に感謝いたしました。叔父がいろいろと保険やらの書類を手続きしてくれて、快適な入院生活を過ごせました。そしてお見舞いに来た母親が身の回りの世話をしてくれて、イエス様に感謝しました。さて、キューちゃんの配信のタイムシフトを見ていたら、いまだにキューちゃんが半日だと勘違いしている人が多いと感じました。僕にはとても理解できないことです。キューちゃんは日本の罪を説明し、何が悪いことなのか正しいことなのかを説明しているだけなのです。例えば真珠湾攻撃をアジア解放という人がいますが、問題の解決をするために人殺しや暴力を行っていいのでしょうか。どのような問題も話し合いで解決すべきではないでしょうか。また真珠湾攻撃だけは認めて、南京や慰安婦問題を認めない人は都合が良すぎると思います。キューちゃんのおっしゃっていることはすごく単純です。悪いことをしたら相手に謝ろうと言ってるだけなのです。2018年こそ日本の右傾化が収まり、アジアからの孤立を回避し、愛に満ち溢れた国へなるよう祈ります。アメン、アメン。はい、菊池さん、コメントありがとうございます。菊池さんは本当に、私の、代弁をしてくれますね。すごく嬉しいですね。皆さん、菊池さんのように皆さんも理解してくださいね。菊池さんのように皆さん理解してですね、私のメッセージを理解してほしいと思います。菊池さん、こちらこそ配信ありがとうございます。救われてます。アメン、アメン、アメン。これから日本が救われます。これから日本が救われます。これから日本が救われます。一緒に歩んでいきましょう。一緒に歩んでいきましょう。これから日本が救われます。あ、ちょっと今日も、ね、お花お見せしましょうね。ちょっと綺麗なお花ね。まあ、お正月っぽい、お正月っぽいお花ですが、綺麗なお花です。とても綺麗。 ありがとうございます。はい、メンバーの方でね、作ってくれた方がいるんですね。はい、お花を見ると進化の間違いだと改めて思います。そうですね、ダイオンさん綺麗ですね。そうですね。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージいきます。イエス様に祈ったらお金の心配がなくなり、過払い金も戻ってきました。アメン。よかったですね。この恐れ、悔い改めました。まあ、ちょっとこれ増加なんですけどね、増加なんですけれども、私たちの信仰がですね、私たちの信仰が、トランプ大統領の政治、それからイスラエルのこと、中東問題、皆さん、私たちの信仰は、机上の空論ではなく、そのトランプ大統領やイスラエルの現実の問題として、現実の問題として神様が働かれているのです。つまりトランプ大統領の政治を見たり、またイスラエルを見ることによって
その神様の働きを見ることができるということです。また聖書が、聖書の予言が正しい、聖書の予言が成就しているということを見ます。それは取りも直さず、神の言葉が真理である、神の言葉が真実であるということを表します。皆さん、イスラエルを見て、またトランプ大統領を見て、神の働きが分かるってすごいと思いませんか？すごいと思いませんか？イスラエルを見て、神様の言葉が成就してるんです。皆さん、ですからもう本当に今は終わりの時代です。終わりの時代です。本当に驚くべきことが起きているんです。驚くべきことが起きています。今年もいろんなことがあるでしょう。今年もいろんな事件があるでしょう。しかしそれらを、私は放送を通して皆さんに伝えきますので、皆さん一緒に祈っていきましょう。一緒に祈っていきましょうね。一緒に祈って世界が変わる、日本が変わる、すべてのことを信仰を持って見ていきましょう。キュチャ、2018年も日本に災害が起こるでしょうか。世界的にどんどん増えていってますね。世界的に異常気象が増えていってます。これは、その避けられない、スケジュールなんですね。聖書の予言によると、神様の裁きの時が近づいていますから、神様の裁きの日に近づけば近づくほど、様々な災害が増えてきます。そういう方向にあるんです。この世の滅びの方向にあるんですね。しかしイエス・キリストを信じる者は守られます。イエス・キリストを信じる者は神の裁きから免れます。ですから皆さん、これからそういう、その罪のあるところに神の裁きがあり、信仰のあるところに神様の祝福があることを見ることになるでしょう。そのことを説明していきたいと思います。罪のあるところに、神の裁きがあり、信仰のあるところに神様の祝福がある、具体的にどうなのかをですね、示していきたいと思います。今一番わかるのは、今イスラエルはまだイエス様を信じていませんが、しかし今イスラエルはすごく繁栄しているということですね。そしてイスラエルの周りの国々は、シリア、イラク、イエメン、レバノン、そういう国々はですね、今非常に悲惨な状況、イスラエルの周りの国々は悲惨な状況ですけど、イスラエルは奇跡的に、戦争しているにもかかわらず、イスラエルは奇跡的に繁栄しています。これも、神様の働きを見る奇跡なんですね。神様の、聖書に書いてある通りになっている奇跡です。奇跡としか言えないような出来事です。奇跡としか言えないような出来事ですね。菊池さん、イスラエルもしょうがなく戦争してるなと思います。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、わあすごい、トランプ大統領に対する予言があるんだ、わあすごい、イエス様がトランプ大統領に、夢で会うという予言があるんだ、すごい、神様は働いているんだ、神様はイスラエルを見て、神の力が分かる、イスラエルを見て奇跡が見える、
神はいるんだ。神はいるんだ。神様は生きて働いてるんだ。イエス様を信じよう。イエス様を信じよう。イエス様を信じようと思う方、アメンと言ってください。キューちゃん、安倍首相がイスラエル訪問し、祝福すると日本も謝罪しますか？イスラエルを祝福するならば祝福されます。イスラエルを祝福するなら祝福されますよ。イエス様を信じようと思う方、アメン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 。天のお父様、感謝します。今日の放送を感謝します。トランプ大統領がイエス様に出会うという予言、感謝します。それが成就しますように。それが成就しますように。またイスラエルがイエス様を受け入れる時が来るという予言が成就しますように。成就しますように。あなたの御言葉が成就しますように。あなたの御言葉は真実で、真理です。神の言葉が成就しますように。神の言葉が成就しますように。私たちは神の言葉を信じます。神の言葉を信じます。神の言葉を、が成就することを信じます。イエスキリストを信じます。イエスキリストを信じます。イエス様の御言葉が成就します。イエス様の御言葉が成就します。イスラエルが救われます。イスラエルが救われます。イスラエルが救われます。エルサレムはイスラエルの首都です。エルサレムはイスラエルの首都です。イエス様、感謝します。今、アーメンと言った方々が救われますように。救われますように。救われますように。イエス様、どうぞ救ってください。救ってください。救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いい調子ですね。明日もですね、まあこんな調子でやっていきたいと思います。そして、そうなると日曜日の礼拝ですが、ちょっとチャンネルができにくくなるので、一応ですね、今日と同じように、こういうユーザー放送で、礼拝をやっていきたいと考えています。はい、ありがとうございました。それじゃあまた、明日の朝7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。